も負けてねえぜ。力はこの程度か。伊達軍の強さがこれほどとは。この砦は捨てろ。体勢を立て直すんだ。豊臣の数にひるまぬ奥州魂、感じよう。誠実にな。島津豊久、はるばる九州より見参、手加減なしでお願いします。政宗様、すでにお気づきかとは思いますが、北にも敵がおります。いかがいたしましょう。次へと鬱陶しい。近づく者全て打ち果たせ。ようも土地か。四国で会って以来だな。あの美女は来てないのか。運命をねじ曲げた女の子、たとえここにいなくても、奴は俺だ。俺は奴。要するに来てねえんだ。お前に用はねえ。とっとと消えてもらうぜ。敵将討ち取ったり。誰が来ようと結果は同じよ。姫路、やっぱ奴はすげえよな。援軍、片付けない。敵の宝禄玉攻撃が激しいゆえ、ご注意あれ。宝禄玉の命中率はそこそこです。落ち着けば政宗様でも無傷で進めるか。無論宝禄玉の動きで東道高虎を受け、攻撃はやめましょう。判断はお任せします。伊達家の者ども、勝敗はもはや明らか。降伏せよ。今なら秀吉様もお許しください。秀吉の意を借る狐殿に申し上げる。降伏勧告の意を慎んでお断りするわ。Hurry!
から負けしているか。お首もらいます。ジェストオーク。これ果てるわけには。試してやるか、貴様の意志する力を。力添え感謝いたす。暴れ足りないに。負けしているか。お見事にございますな。島津の長宗我部が撤退。ち、九州猫を噛むというやつか。バカめ、これが我らの実力よ。さあ北上開始じゃ。攻撃手の技を狙ってきたか。いい判断だ。手柄にする。覚悟せよ。バカだ、遅れを取るだと。果てるわけには。そう、打ち取ったり。対する。奴はまだ豊臣の恐ろしさを知らない。ご無礼ながら出過ぎです。無謀です。暴れ足りないに。ケージ、やっぱ奴はすげえよな。天狗、安定攻勢だ。伊達軍を包囲殲滅せよ。ハエのように湧き寄って。じゃがわしは決して降伏せんぞ。いつの度にご自分が来たかい。これは挨拶しとかないとね。敵は寄せ集め、
けおるなら今でございます。敵本陣近くにいる真田と上杉のうち上杉のみを攻撃し疑念を抱かせましょう。よし様の顔に泥を塗るつもりか。止まれ足りないね。貴様打ち取ったり。前田刑事派手に被くぜ。負けてしまうとは。普通にマジだろ。止まれ足りないね。刑事やっぱ奴はすげえよな。参りましょう。真田と上杉が団結すれば敵ではない。開門。勇ましき言葉よ。さすが雪村の兄信行殿だ。無理だね。欧州ガンダリまで極め残った。刑事てめえなんでこんなところに。もうすぐ秀吉の天下だ。邪魔すんな。青代表国戦地球救援を。止まれ足りないね。力負けしているか。まだまだだね。もっと強くならねえと天下支えらんねえぜ。欧州まで来て身内に瞬殺されるなんてよ。秀吉になんて詫びりゃいいんだ。ここは譲れない。いざ参りと。次の輩よ、青井兼続が相手だ。見たか、これが伊達の底力よ。開門。流れは完全に伊達だ。三成の身を守らない。秀吉様から受けたご恩、ここで返す。伊達のイノシシ草どもかかってこい。前田刑事派手に被くぜ。伊達の勢いは想像以上だ。撤退も視野に入れておけ。俺が引けば秀吉様の天下も一歩後退する。それだけは断じてできぬ。仕方ない。前田刑事派手に被くぜ。
流れ。秀吉とあんたが格が違う。無論俺とあんたでもだ。秀吉様と俺はともかく、俺と貴様の格付けはこの戦次第ではないか。この苦境も私の不手際だ。暴れ足りないね。このままでは救援願います。敵将打ち取ったり。総大将苦戦、至急救援を。苦戦じゃと。地でも光るな。竜は雲を得た。もう怖いものはないわ。やっぱ奴はすげえよな。これ以上はやむを得ぬ。全軍撤退せよ。